どうもこんにちは小指島です。今日は名無阿弥ダブツの本当の意味ということについてこの流れでお話しいたします。名無阿弥ダブツという言葉日本人なら知らない人はないと言ってもいいと思いますね。しかし海外の人や子供から名無阿弥ダブツって何ですか？名無阿弥ダブツってどういう意味？こう聞かれてスカッとね正しく答えられる方はほとんどないのではないかと思います。私自身しっかり仏教を学ぶまでは。 南無阿弥陀仏っっっってて何かかかさっぱり分かってなかったですねせいぜい学校の教科書で何やら一遍でも「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えたら極楽にいけるそんな呪文か何かのように勘違いしてましたそしてこれだけ科学も発達し哲学思想も発展している今そんな南無阿弥陀仏なんてねもう今更古臭いし自分には関係ないこのように思い込んでました 深くって、自分の人生、幸せにとって、大切なものだったんです。だから有名なんです。そして、現代の世界的な哲学者、心理学者、科学者、人工知能の研究家に至るまで、仏教というのは絶賛されてるんです。例えば、哲学者の中でも非常に有名なニーチェは、仏教は歴史的に見て、ただ一つの、きちんと論理的にものを考える宗教と言っていいでしょう。こう言っていますし、心理学者のユングは、 仏教はこれまで見た世界で最も完璧な宗教であると確信する、こうまで言っておりますし、ノーベル文学賞を取ったバートランド・ラッセルは今日の宗教では仏教がベストだ、その教えは人縁で合理的である、こう褒めたたえていますし、ドイツの哲学者ショーペンハウアーは他のすべてのものより仏教に卓越性を認めざるを得ない、こう語っており、人工知能の父と言われるマービン・ミンスキー教授は、 心の研究には仏典が比類なきテキストになるこう言っておりますし、日本で初めてノーベル物理学賞を受賞しました湯川秀樹氏は、素粒子の研究にギリシャ思想は全く役に立たないが、仏教には多くを教えられたこう述べ、かのアインシュタインは、現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれるものがあるとすれば、それは仏教ですこう絶賛しています。量子力学において最も重要な3人と言われます ニールス・ボアも、シュレーディンガーも、ハイゼンベルグも、揃って東洋思想、仏教に注目しているんです。その他、Facebook のザッカーバーグや iPhone で有名なスティーブ・ジョブズも仏教に強い関心を示しています。先進7カ国で仏教国は日本だけなんですけども、これだけ世界から注目されておりながら、仏教の言葉でも非常に有名なナムアミダ仏の意味を知らないというのは、これはもう国家的損失。 世界の損失になってしまう。こう言って決して大げさじゃないんですね。それで今日は基礎知識ゼロからでもわかるように、生阿弥陀仏についてお話ししますので、ぜひ最後までお聞きください。まず、一切の商業というも。ただ、生阿弥陀仏の6時を死んでめんがためなり、このように言われています。商業と言いますのは、お商業とも言われますが、お釈迦様の説法を書き残したものをお経といい。 その数7000冊以上もありましてね、これを一切教と言いますが、お教、仏典をお商業と言います。その他にも、親鸞商人のような、その仏教の心を正しく教えられた方の著書も商業、お商業と言われるんですね。そういった一切の仏教書、お商業と言ってでも、ただ、南無阿弥陀仏の六字を新世神免がためない、この南無阿弥陀仏の六字を教えるためのものであったということなんですね。 7000冊以上もあるお経が、たった6文字の南無阿弥陀仏に収まる。それほど重要ですから、有名なんですね。そして、南無阿弥陀仏と6文字ですから、6字の名号とも言われます。ここに、名号という言葉が出てきますけど、これ非常にね、大事なことなので、ぜひここで覚えていただきたいんですけども、名号と言ったら、南無阿弥陀仏のことです。これ、後でも出てまいります。 その南無阿弥陀仏六字の名号について、こうも言われています。南無阿弥陀仏と申す文字は、その数わずかに六字なれば、さのみ苦悩のあるべきとも覚えざるに。南無阿弥陀仏という言葉は、南無阿弥陀仏。たったの六字ですから。そんなにくどく効能、働きがあるとはとても覚えないだろう。そんなすごいものとはとても覚えないでしょう。まず最初に言われています。これ図星ですね。<laughs> ただね、南無阿弥陀仏と書かれた紙と。 一万円札どっち欲しいですかって言われたら、まあ、ほぼ皆さんね、まあ、言わず一万円札に手が出るんじゃないでしょうか。しかしですね、この六字の名号、南無阿弥陀仏の中には、無常人々の苦毒利益の広大なること、さらにその極まりなきものなり、こう言われてるんですね。無常ですからもう最高無常、この上がない。人人は、はだ深い。そこが知れない。その苦毒利益、その働き、素晴らしさというものは、 広くって大きくって、さらにその極まりな気もない。もう無限の不独利益がある。言葉を尽くしてね、生弥陀物というのはすごいものなんだと言われています。ただ私たちは、猫に小判、豚に真珠と言われますように、知恵がないからその値がわからないんです。猫にね、小判、札束とかね、品解でもいいですけど、与えても、これにゃんともうれしくないんですよね。 それよりも一匹のイワシの方がもうお喜びですよ。本当はもう札束あればね、そんなイワシなんてもう一生涯分買えるんですけども、そういう知恵がないのでわからない。豚に真珠あげるよとこう言っても、見向きもしないわけです。これは小判や真珠に値がないからじゃなくて、値を知る知恵がないから。同じように私たち人間には、ナムアミダ仏の凄さを知る知恵がないんですね。しかし、このナムアミダ仏の凄さが分かれた方からすれば、 無常人人の功徳略は広大無極であると。極まりがないと。このように言わずにおれませんし、親鸞聖人は有名な昇真家に、南無阿弥陀仏のことを、功徳の大崩壊。その素晴らしさは大きな宝の生みのようであると。このようにズバリ言われております。そして、この南無阿弥陀仏についてはですね、こちらの動画では、無明の闇という暗い心を破る、そういうすごい働きがあるんだと。そういうお話をしましたので、 今日はまた別の角度からお話したいと思います。まず仏教では、私たち人間のことを凡夫と言います。仏教は私たち人間からスタートするんですね。人間、凡夫とはどういう存在かというと、煩悩、愚足の凡夫だと言われます。煩悩というのは、私たちを煩わせ、苦しませ、悩ませるものであって、代表的なものが欲とか怒りとか愚痴の心であります。 なければないで欲しい、あればあったでもっと欲しい、もっと欲しいと切りも極やもない心。これが欲の頃であり、その欲が妨げられると、カーンと腹立つ心が出てくる。イライラ、カリカリする。これが怒りの頃。露骨に怒れない相手には、畜生とね、心の中で恨んだり憎んだりする。呪いの頃ですね。そういう煩悩が渦巻いて苦しむ。人間関係に苦しむのも、お金がもっと欲しいのに手に入らないと言って苦しむのも、 煩悩の悩みなんですね。その煩悩が愚足している存在が煩濃、人間であると仏教で教えられます。愚足というのはそれでできているということであって、雪だるまならば雪でできてますから、雪愚足の雪だるま。雪だるまから息を取ったら何も残らない。一応このね、鼻に使っている人参とか、目に使っている石とかね、そういったものはポとポと残るかもしれませんけども、煩悩愚足の煩濃から煩悩を取ったら何も残らないんですね。江戸時代の 浮世造子の作家、伊原らさは、人間は欲に手足のついたるものぞかし、こう表現しています。仏教と聞くと、その煩悩をコントロールしたり、抑えたり、減らしたり、なくしたりする教えだろうと、このように一般的に思われてます。実際、山で千日解放行とかね、ねいわゆる修行をして煩悩を何とかしようとするんですけども、煩悩、愚則の煩悩ですから、これ煩悩をなくせないんです。それでこのようにも言われます、ね 悪号をば恐れながらすなわち起こし、伝言をばあらませども、売ること当たわざるボンブなり、悪いことはしないでおこうと、こう思うんですけどね、ついつい悪いことを言ってしまう、やってしまう、思ってしまう。また、良いことをしようと、こう思うんですけども、なかなかできがたいのが私たち人間、ボンブなんです。煩悩によって悪いことも言ってしまう、思ってしまう。なかなか清らかな聖人君主というわけにはいかない。表面的にはね、立派そうに見せることができても、 心の中は、煩悩いっぱいなんですね。それで、真実の仏教というのは、この煩悩ということを教えた上で、煩悩あるまんまで幸せになれる道が教えられているんです。一番の問題は、実は煩悩じゃなくて、無明豪唱の病という、無明という心、明かりのない暗い心、これが一番問題だと教えるんです。その無明の心を病に例えて、無明豪唱の病、無明豪唱の恐ろしき病と言われます。 そして、この無明豪所の病が全開すれば、煩悩あるまんま幸せになれるということなんですね。これは驚くべきこと。すごいことなんです。で、この無明のね、心。それはどんな心なのかどんな病なのかこれを話すと非常に長くなりますのでね。そのことについては概要欄やコメント欄に、無明を専門にね、お話した動画をリンク貼っておきますので、そちらをぜひお聞きください。今は、煩悩とは違う、無明という明かりのない、 暗い心を変えていて、すべての人はその無名という山にかかっているんだということを知っていただければと思います。その無名を病に例えましたので、それを治す医者が必要でありますね。実は、この無名合唱の病を治せる医者は、たったお一人なんですね。一仏。その仏様が阿弥陀仏という仏様なんです。仏様といってもね、釈迦如来、大日如来、薬師如来、いろんな仏様がおられますけども、 その中でも阿弥陀仏というのは非常に有名でありますけども、なぜ有名かというと、この無明合唱の病を治する唯一の仏様だからなんです。そして、その阿弥陀仏という医者が、私たちの無明合唱の病を治すために作られた薬にあたるのが、南無阿弥陀仏なんですね。南無阿弥陀仏の妙薬、大変優れた薬であると、薬に例えられて教えられます。ですから、一切今日、 7000冊以上のお経というのは、このナムアミダ物という特効薬の効能書き、そのナムアミダ物はいかに素晴らしいか、しかもこのナムアミダ物という薬は単に病気を治すだけじゃなくて、人間にまけて分かった。いつ死んでも悔いなしという、そういう幸せにまでする畑があるんですね。それはどういう幸せなのかということも書かれてますし、どうすればこのナムアミダ物の特効薬をいただくことができるのか、こういうことが一切の商業。 仏天お商業には書かれてあるとということなんですねですから、一切の商業というも、この南ムアミダウの6条死んで死面がためないというのは、無明合唱という病にかかっている私たちが、南ムアミダウという薬によって全壊するので、南ムアミダウという特効薬の効能書きを書かれたのが、お経であり、仏教であるということなんですね。ちなみに、この阿弥陀如来と釈迦由来の関係についても、また別の動画で話してますので、 詳しくはこちらの動画でお聞きください。今は阿弥陀如来は私たちの無明豪唱の病を治せる唯一のお医者様、仏様であるということを知っていただければと思います。これは私は勝手に言っていることじゃなくてね、まさにお釈迦様ご自身がおっしゃっていることですので、そこをね、お間違いなく聞いていただきたいと思います。つまり、すべての人は無明豪唱の病にかかっていると仏教でおっしゃられます。かかってない人一人もいないんです。全人類が 無明の病という暗い心を抱えている。それが仏教を聞き求めていきますと、ここで生阿弥陀仏の薬を飲んで、全開したということがあるんです。死なでも治らないということではないんです。臨終でないと治らないということでもないんです。平成元気なね、今、生阿弥陀仏の薬をいただいて、全開した。無明合掌の病が治ったということがあるんです。それははっきりするんですね。その無明という暗い心、闇の心が晴れたことを、 有名な親鸞将棋の昇進下では、は無明とズバリ書かれています。無明の闇が破れた、暗い心が晴れて、明るくなった、生きてるときにあるんですよ、この親鸞も無明の闇がすでに破れましたと、はっきり書かれてあるんですね。しかもその闇が破れるのは、一年の瞬間であると言われます。一年というのは、一思いと書きますように、あっともすっとも言うまもない、時間の極まり、時刻の極速と言われます。 それまで無名の病で何をしても何を手に入れても心からの安心満足はなかった。ふっと寂しい心、虚しい心が出てくるのは何でだろうと。そもそも何度目生まれてきたんだろう。このまま年取って死んでいくだけかな。そして死んだらこれまで手に入れた財産も全部置いていかねばならないな。この人生、何のためあるんだろうと。こういう暗い闇の心を抱えていたのが、一年でガルンと変わって明るい頃になるんですね。 お金や物はあっておしなくておしという素晴らしい幸せに大変わりするんです。それは一年の瞬間で変わるんです。そのように、無名豪商の病が全開したこと、無名の闇が破れたことを、信心欠如とも言います。これ、信心決定と書いて、欠如と読むんですね。ただ、信心と言われることもあります。ですから、親鸞の人が信心、このように言われる場合は、イワシの頭も信心からみたいな、何でもいいから信じてる。 そういう信心じゃないんです。海明豪掌の病が全開して、海洋の病が晴れて、人間生まれてよかったという心になった状態を信心、信心欠如というわけなんです。つまり、ナムアミダ仏という薬はもうすでにこれは完成してるんです。で、アミダ仏というお医者様の手元にナムアミダ仏ある状態を妙号というんです。妙号、だいぶ覚えてこられましたかね。海を豪掌の病を治す薬であります。 その薬を私がいただきますと、無明豪唱の病が全開する。暗い心が晴れて、人間に負えてよかけいつ死んでも悔いなしという幸せになる。これを信心欠如、また信心というのであります。ですから、ここで言う信心の2文字は、神様、仏様を信じますという、助けてくださいという頃じゃなくて、すでにもう助かってしまった心、無明の闇がもう破れてしまった心、 心欠如と、はっきりと救われた。そういう心の状態を、心と浄土真宗では言うわけであります。ちょっとくどいほどお話してますが、ぜひこの機会に知っていただきたいと思います。そしてですね、浄土真宗によくある間違いが、ナムアミダブスという薬が出来上がったのと、海を豪収の病が全壊したのと、同じことだとこう勘違いしている人がすごく多いんですね。僧侶でもそういう人がたくさんいて、もう YouTube にでも堂々と、 南無阿弥陀仏の明号はもう遠い遠い昔にね、阿弥陀様は完成してくださってますから、誰でも死んだら極楽行けますよ。安心してね。この世ではただ念仏となえて暮らしましょう。ああ、りがたやと。とこのようなね、説法が堂々としてる人ありますけども、これ典型的な間違いでございます。これは親鸞商人も連行商人も、それは間違いですよ。薬ができた。それは確かに喜ばしいことであるけども、薬ができたのと、 病気が治ったのとは、これ、全く違いますよね。今で言えば、コロナウイルスを完全に治せる、そういう薬がもう完成しました、こう発表された、これはすごい大ニュースですね、ノーベル賞もんですよ。それは素晴らしいことでありますけども、実際にその薬を飲んだり、まあ、摂取する、まあ、どういう形になるか知りませんけども、とにかくその薬が完成しただけでは治らない。その薬をもらわないと、当然、病気は治らないわけなんですけども、その区別がつかない。 これがもう大問題なんです。薬ができたのが病気が治ったことでありませんで、薬を飲んだのが病気が治ったということになるわけなんです。そして、ナムアミダ仏というのは、無名という暗い心を晴らして、人間をやめてよかったという生命の寛魚を与える、そういう功徳利益、無常人事の功徳利益がありますので、ナムアミダ仏のことを、至上の功徳とも言うんですね。 最高無常のことを史上と言います。史上の愛とか言われたりしますけども、史上の功毒は南無阿弥陀仏のこと。この史上の功毒の死と徳を取りまして、取得とも言われます。ですから、仏教で取得という言葉ができたら、南無阿弥陀仏の名号のことなんです。親鸞聖人は、その主長、教業心賞に、南無阿弥陀仏という薬をいただいたら、取得具足という幸せになるんですよ。こうはっきり書いてるんですね。 具足というのは別の言葉で言いますと、一体になるということなんです。一体と合体は違うんです。サンドイッチとかハンバーガーは合体でありまして、一、まあ、つになってますけど、これまた分けることできますよね。結まずいてしまうとこうバラバラになってしまうと。まあ、こういったことがありますけども、一体というのはもう分けられない状態なんです。例えば真っ赤になった炭。これは炭と火が一体になった状態です。もともと炭と火というのはもう全然違いますよね。 炭は黒くて冷たいもの、火というのは赤くて熱いものですけども、そういう正反対のような炭と火が一体になりますよね。火のついた炭はもうこっからここが炭とか、こっからここが火というのはもう分けられません。同じように、煩悩愚足の人間と、無阿弥陀仏という取得が一体になる。これが取得愚足という幸せなんです。煩悩愚足の炭に、無阿弥陀仏の火がついて、取得愚足と燃え上がる。 これはまあ幸せの炎なんですね。そうするともう分けられませんから、落とすこともなくすこともありません。もちろん取られる心配もありません。別の例えで言うならば、阿弥陀仏の第一悲によって作られた本願の船、大悲の岩船に乗ったことを言います。この大悲の岩船というのは、南無阿弥陀仏の船なんですね。南無阿弥陀仏の船に乗ったら、そこから降ろされるということはもうね、ありませんので、南無阿弥陀仏と一体になったのと同じなんです。このような金銀財宝の宝は、 確かに宝なのでしょうけども、これは取られはしないか、失いはしないか、そういう心配があります、ね。大洪水が来れば水に流される、火事があれば火に焼けてしまう、そういう心配があるものですけども、子息、愚足の幸せは、焼けもせず、流されもしない、市場のくどく南無阿弥陀仏と一体になってますので、お風呂入っている時でも南無阿弥陀仏と一体になってるわけですよ。ここうういうことは、 世間の宝ではありえないことであります。でその取得不足の幸せを、親鸞書にはこのように言われています。まず、五ア悪セの右上といいますのは、これ、煩悩不足の煩部のことなんですね。その煩悩不足の煩部が、先弱本願信ずれば、これは、ね、南無阿弥陀仏をいただけば、この大肥の眼線に乗れば、ということです。不可笑不可説、不可思議の苦毒これは今日初めから繰り返し話してます。 無常人人の功績略のことですね。功績の大崩壊であり、市場の功績、取得のことであります。その最高無常の幸せが、行者の身に見てり、生阿弥陀仏をいただいた人を行者とこう言いますけれども、その生阿弥陀仏をいただいた行者の身に満ちる、いつでもどこでも人間に生まれてよかった、生命の歓喜が輝く、取得不足の幸せに生かされる。この世の幸せはね、いつ崩れるかわからないので、 あまりにも幸せだと、なんか怖いほど幸せ、この表現する人ありますね。なんで怖いのか。この幸せを失ったらもう生きていけない。だけども失わないとも限らない。それで、怖いほど幸せという、怖いという言葉がつきますけども、五熟悪性の無情の戦略本願信ずれば、不可笑不可説不可思議の、苦毒は行者の右見てりと、苦毒く幸せとも一体になってしまってますからね。そういう世間的な不安がつきまとう幸せとは、 全く違ううとということなんですですから、煩悩不足のまんま、取得不足というね、まさに不可笑、不可説、不可主義。不可笑、言うこともできない。不可説、解くこともできない。不可主義、想像することもできない。そういう幸せが私たちの身にあふれる。それが取得不足の幸せ。もうすごいことなんですね。まさに想像を絶してます。また、診断書しよう最も正確に、最も多くの人に伝えた、蓮んぎゅ承認という方は、 ミダを頼めば、ナムアミダ仏の主になるなりと言われてますね。ミダを頼めばというのは、この大悲の岩線に乗ればということです。ナムアミダ仏の主になるな南ナムアミダ仏の主になるとはどういうことかというと、信心を売るということだと言われてますね。信心欠上、取得具足の幸せになったこと。ナムアミダ仏は、いただくもの、得るものですから、信心を売ると。こう表現されています。また、東流の真実の宝というは、 ナムアミダ仏。これ、一年の真実になり。こうも言われてます。ナムアミダ仏と聞いてもね、たった6時だから、そんなにくどく利益があるとは思えないけども、これこそが真実の宝なんですよ。崩れない、変わらない、いつでもどこでも幸せになる宝。それがナムアミダ仏でありそのナムアミダ仏は、一年でいただく真実。そしてもう崩れることがない、ビリッともしない、一つに定まる、真実欠如という真実ですから、大丈夫だろうかどうだろうかと。このようにね。 心が二つ三つに揺れる。そういう頃じゃなくて、一年の新人であると、こう言われるんです。悲しいことですけども、この世の宝については、このように歌われます。夢の中、集めた宝を見直して、豪を祈って一人出ていく。この世はまさに夢のような世界。30年前に実際会ったことよりも、昨日見たリアルの夢の方が、より現実的に感じることもある。昔のことはなんか夢のように感じられる。わかりますよね。その夢のような世界で、 どれだけ宝集めたって言ってても、一夜の宿みたいなもんでね、もう高いお金払って、すごいスイートルームに入ってね、ものすごく良いものに囲まれた部屋で一晩過ごしても、出て行く時にはみんな置いていかねばなりません。同じように私たちも人生は一夜の宿みたいなもんで、そこで宝集めてもみんな置いていかねばならない。そして、豪を担って一人で行く。この豪というのは白豪ですね。よく怒り口の 煩悩、悪業で作った罪だけは背負っていかねばならない。そして、一人で生まれたから一人で寂しく死んでいかねばならない。なので、このような宝は真実の宝ではないんですね。ですから、真実の宝というのは、お金や財産、物ではないんです。生阿弥陀仏これ一年の信人なりと。このように言われています。ですから、真実の仏教、浄土真心を置いて、この一年の信人が寛容、要の中の要なんです。この竜の線で、全てがガッ わりすするとということで,すでその時に生阿弥陀仏の主になるのであり、これを信心欠如と言う。生阿弥陀仏の主になるというのは信心を売ることなりと言われましたように、信心を得る、これを信心逆徳とも言うんですね。獲得と書いて仏教では逆徳と呼びますけども、信心逆徳、信心を売る、これが一年の信心なんだ。生阿弥陀仏の主になったということなんだと言われていました。でその幸せというのは、取得不足の幸せなんだと 親鸞将棋の主張、協業新庄に書かれているということでしたね。ちなみに、ナムアミダ仏を唱える念仏はどうかといいますと、これはナムアミダ仏の薬をいただいて、運用のみが全開して、本当の幸せになった。そのお礼の言葉が、ナムアミダ仏という念仏なんですね。念仏は、放射、お礼の念仏だと言われます。ここは非常に大事なことです。ナムアミダ仏を唱える念仏は、感謝の言葉なんです。 日本人ならありがとうございましたと言いますし、アメリカ人ならサンキュー、ドイツ人ならダンケシェン、フランス人ならメルシー、中国人ならシェイシェイと、同じありがとうでも言葉が違いますように、ナムアミダ仏の薬を作ってくださって、私たちに与えてくださるお医者様であるアミダ仏に対してのお礼の言葉は、ナムアミダ仏なんですね。ですから、名号もナムアミダ仏。そのナムアミダ仏をいただいて、私のものになったのが、シンジ。 お礼の言葉として口から唱えるのが南無阿弥陀仏の念仏。すべて名号も信心も念仏も南無阿弥陀仏なんですけど、その意味によって名前が名号と言われたり、信心と言われたり、念仏と言われたりするということなんですね。この名号、信心、念仏の関係、これが分かりますと仏教の理解がもうガーッと深まります。逆に言えばこの関係がわからないところからさまざまな誤解が生じるんです。代表的なのが 一辺でも、生阿弥陀仏と念仏を唱えたら助かると。このように思われてますけども、これは大きな間違いでありまして、全開したお礼が念仏なんです。お礼を言ったら病気が治る。こんなことないですよね。まだすごい頭が痛い、熱が出てる、お腹も痛い、体中がもう起きしむ。ありがとう、ありがとう。<laughs> で言ってもですね、残念ながらそれでは治らないわけですよ。治ってお礼を唱えるわけですからね。もちろんまだ、 南無阿弥陀仏をいただく前、全開する前でも、南無阿弥陀仏を唱えることは尊いことであり、素晴らしいことなんですけれども、それで全開するわけではない。念仏となえて、信心結をできるということではないんだと。ここの違い目をね、この動画で詳しく話してますので、下の概要欄、コメント欄にね、この動画のリンク貼ってますので、ぜひこちらもお聞きください。仏教は非常に深い内容ですから、ね、一回の動画ではとても話しきれません。いろんな角度、いろんな題材からお話してます。 無料メルマガでね、大事な情報、最新情報をお伝えしてますので、この機会にぜひご登録ください。この急落コードか、下の概要欄、コメント欄でメルマガ登録の仕方が書かれてあります。今日の内容が少しでも良かったと思っていただいたら、高評価ボタン、またコメントもお待ちしています。今日の関連動画はこちらです。またこのチャンネルがどこ行ったかわからなくならないように、この丸いところを押していただいて、チャンネル登録していただくと嬉しく思います。私のモチベーションアップにもつながります。 ぜひ他の方にもご紹介ください。それではまた。